ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、カスミ、今日もよろしくお願いいたします。一つよしな。いやー、カスミさん、なんじゃいこら。だんだんと暖かくなってきましたね。もう暑いよね。もうね、あの、私なんかむつみ20と結構こもるんですよ、熱が。この時期ね、外よりも暑いんですよね。ああ、そう、こもるから。こもるから。んで、お布団なんかもまだ私ね、その冬仕様なんですよ、うん、はいはいはい。その毛布 2,3 枚入って、はい、その家からその掛け布団みたいな、はいはいはい。まあ、暑くてね、暑くて、うん、足で蹴っぽっちゃってますよ、掛け布団を、うん、一応掛け布団掛けて掛けて、やっぱりそれは毛布だけで寝ればいいじゃないですか。それはだって、うん、膝下だけが重いっていう状態になっちゃう、寝るときバランスよく、やっぱり体のね、はいはい、気になって眠れないもん、それは。結構繊細ですね。そうなのよ。俺も、うん、分かってるね、かけちゃうんだよな、暑くて。俺なんか結構羽毛布団ぐらいの重みがないと寝れないんだよね、俺。ああ、なるほど。タオルケット1枚とかで、うん、なんか寝れないんだけど、うん、夏とかどうしてる。いや、だからすごく、うん、もう寝にくい、夏は。夏っていうか5月から10月ぐらいまで。なるへそ。なんか寝苦しいよね。それはなぜなのだろうか。なんか重みがないとね。おお、なんか、うん、じゃあなんつうの、夏なんかちょっと涼しいシートみたいなのがあるじゃない、あるんですよ。はいはい。その熱をこうね、こう体から吸収して発散するみたいな、そういうのかけて寝たらいいんですか。いや、でもそうすると羽毛布団の厚さとあれでしょ、緩和、中和するってことでしょ、熱を。そう、ね、うん、いや、でもね、段ボール乗っけて寝るとかの方がまだいいね、それだったら。開いて段ボールをちょうどいい重さにした方がいい。あ、じゃあまあ段ボールってすぐねもらいに行けますからね。でこれからもっともっと熱くなるでしょ、もう慣れた、娘さんの暑さ。いや、でもやっぱりね、厳しいね。厳しい、毎年厳しい。あ、そう、うん、なんか暑いもの、あの、俺引っ越したじゃない、うん、したらやっぱなんか冬はあったかいし、うん、夏は涼しいのね。あれやっぱ建物が、あれやっぱ違うのかな、ね、だって俺風呂なしの時とかさ、もうほんとすぐカビ生えるし、うん、なんかすぐちっちゃいアリみたいなの歩いてるもんな、ね、あれ何なんだろうな、どっからやってくるんだろう。でそれのアリが入ってこないってことがすごいのかな、やっぱり新しい家って。やっぱそうなんじゃないですか、その気密性みたいな。あったかいし冬夏、そう、あれ何なんだ。でも、うん、そうそう、まだ誰にも話したことないんだけど、聞いてみよう。あのよく、うん、あのラップ現象、怪奇現象でラップ現象とか、パキッとか言う、そう、うん、あれが半端じゃないんだけど。いいですね。うん、あれね、どんな感じ。でもなんか家の人にいて、うん、急に壁がパーンっていったり天井がピケーピケーっていったり。で俺昔から言ってますけど、許さないですからね、霊が出たらもう絶対に許さない。勝手にね、許せないでしょ。怖いとかじゃないのよ、うん、許せないでしょ。でもそれでもどう、人ん家に勝手にさ入って、でも交渉はできないわけじゃん、その霊と、うん、出ていけっていうのも言えないわけだし、許せないくって、うん、どこ、こっちもだから関係ないよね、議論する気持ちはないから。もう、なるほど、ね、じゃあパキとか言ってきてももう無視する。もう一方通行でいいから、もう、もうどうし、もう出てったっていいと思ってんだから、こっちは。いや、そんぐらいの覚悟で言うからね。いや、それ単純に普通にお引っ越しじゃない。ラップ音がするからお引っ越しじゃないです。で、隣の人もね、まだ住んで半年ぐらいだろうに引っ越したからね。はぁ。あれな、でもわかんないじゃん、何を持ってるラップ現象か。まあでもそう、音がしたらそうなんじゃないの、パキとか。いや、もうすんごい音すんの。今度録音してこうか、じゃあ。俺ほら、うん、アプリで音落としたから、あなたが寝てる間に。ああ、なんかあの、ね、結局変な音しかしなかった。あのね、うん、聞いた、ね、いや、もうね、尋常じゃないよ、ある一定の時間になると。ああ、そう、うん、決まって、だいたいその夜中の何時みたいな。いや、で注意して聞いてないけど、でも夜なのかな、やっぱり。あ、でも昼は確かにないかな。昼はほとんど家いないじゃん。ああ、ゴンスな。だからわかんないけど、夜はパーン、パキパキ
剣とか壁とかが、壁の中が落とすんだよね。それはなんか単純にさ、その、うん、上の階の人が動いたから、ちょっとなんか、あ、そういうのではないけど、でも、なんか、立てたばっかりだからかなって思ってる、俺の中では。で、もともとだからそういう音がするのはするのかね、マンションとかそういうのって。そういう例とかじゃなくて。いや、あんまり聞いたことないけどね。でも、じゃあ録音してこようか、うん、今度。ちょっと聞きたいね、そこまで言うんだったら。うん、いや、でも俺も、許せないから、うん。すっごい腹立ってますよ。ものすごい頭に来てる。でも、無視するということしか手段がないわけだからね、こっちは。なんかさ、姿とかが見えないからさ。うん。腹立つわ。ほんと腹立つよな。まあ、それは腹立つね。勝手に、私んちはあんまないな、ラップ音は。お前んちには来ないでしょ。たまにまパキッとか落とし、で、そんなのさ、ミシミシみたいな感じなのよ。そうそう、ミシミシみたいな感じ。ミシ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 みたいな感じ。うん。それラップ音ラップだ。音がするってラップは、あんま私も詳しくないからね、その分野で。うん。うん、人から聞いた話だったり、テレビ見た話だから。うん。うん、ちょっとあれだけども。腹立つ。でも全然ウケないみたいな状況にしてやろうと思って、こっちも。あ、いいね。怖がっちゃったらウケてるってことでしょ、向こうにしたら。いや、そうよ。うん。いいお客さんだと思われる可能性があるからね。そう。うん。滑らしてんね、だから。ラップ音させといて。いや、ほんと許せないよね。どんなつもりでさ、うん、どんな喜びで俺が引っ越してきたか分かってねえからさ。いや、お前分かるだろ、まあね、確かに。お前今があの部屋住んでるからさ。はい、風呂なしに住んで、うん、まあその、歩みをね。で、お前がね、うん、今が引っ越すわいな。はいはいはい。前もこんな話したけどさ、うん、自動でお風呂が炊けるところで。うん、ああ、なるほどね。いいだろ、うん、それで引っ越してさ、うん、オートロック。うん、いい部屋だ。画面に映るわけ、インターホン。で、うん、引っ越したら、うんわけわかんねえやつにラップ音出されんだよ、うん、夜。めっちゃくちゃ頭来ない。うん、許せない。許せないだろ。それが仮に、その、不動産屋さんから先に言われてたらね。うん。別にいいけども、勝手にな話だからね。うん、うん、うん。それ許せないね。許せない。うん。いやー、許せないわ。それじゃあ、ちょっと、音、取ってきてもらってさ。うん。ちょっと検証してみようじゃないか、それは。いいけど、でもなんかでもな、その、ラップ音とかっていうよりじゃないと思うんだよな。うん、パキパキとか、ミシミシとかでもそんな頻繁にはしないでしょ。ラップ音ってどんな感じなの？その、いわゆるベタなラップ音って。パーンとかパキパキとかそういうこと。パーンって何？どういう音？パーンって。乾いた音がすんじゃない普通にこうやる。でもその、要するに、100メートル走みたいな音いや、そんな別に。どのぐらいのパンなの？俺はラップ音を知らないからさ。うん。歌が、例えば、パーン！いや、それ、ピストルの音が100メートルだ。誰、それ、発砲事件だよ、それ。いや、あなたが言うからちょっと入っちゃって、でもこういうことなんで、うん、乾いたさ。うん。パーン！で、パーン！パーン！パーン！え、それ、そうじゃない。そういう音じゃない。私もね。うん、そう詳しくないから、その分野に、うん。人から聞いた話だから、再現はできないけれども。音はね、うん、パッパッパキパキミシミシミシタッ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 って感じかな。最後ちょっと、いるね。最後、ごめん、うん、嘘、普通の。嘘かい嘘こかいあれ、うん、やってみようかな、あなたが寝てる前に。で、でもどうしよう、二つ怖いよね。本当にラップ音が入っちゃってると、うん、もう一回屁こくこと、俺が。怖いね。今、もう一回屁はいいんじゃない？別にそれはもうそういう体質だっていうことだから。でもさ、それよく考えたらさ。俺ん家から生放送？いや、でももういいよ、うん、俺信頼してるから、チームつけ焼きは。いいじゃん、そういう、うん、放送中にバーンとかなったらさ。うん。でもそれ、よく考えたら怖い、それ、アプリケーションだよね。うん。それさ。あ、でもね、実は、うん、あなたが寝てる間にってね、うん、いうアプリで、うん、こういうのいいの言って名前。うん、で、なんか最初に、うん、最初の頃は、うん、いいや、最初の頃は、うん、なんていうの、アプリのアイコンっていうの、うん、あれの。アイコンが、うん、なんかすごい怖い絵だったの。ね？あ、クリちゃんやった？なんか手のひらだよね。ああ、そのなんかその印みたいなやつ。そう、お化けの手のひらが人をね、に触ろうとしてるみたいです。なんかすごい怖い手のひらかで、うん、で、あなたが寝てる間に点々点なんだよね、最初。ああ、なるほど、ね。で、俺もそれは思ってた。昨日からしたら、うん、自分の寝言とかを楽しむのに、うん、アイコン怖すぎるわって思ってたら、うん、最近、アップロードしたら、うんうん、
可愛い羊の絵になってたから何があったんだよ。多分だいぶ来たんじゃない、怖すぎるわってアイコンが。いやだからでもさ、その怖いじゃない。何が？そのアプリケーション自体がなんで？いや今だからね、寝てる間そのさ、ああタイトルとアイコンがね、タイトル、いやタイトルとさアイコンは怖いけどさ、これは角度の話で、うん、寝てる間のね寝言が取れますよとかさ、うん、でもだから、うん、そのね、うん、その自分以外の人の声が入ってたら怖いってことっていう方向の角度からのアイコンとタイトルだよね最初は。でも今はもう可愛い羊がベッドで寝てる絵だけどね。なるほどね、うん、ああちょっと撮ってきてもらいたいね。だって俺前歯もなくなってきてるからさ、歯ぎしりだったらね歯ぎしりの音がしてるかもしれないから。ああそうね、うん、なんか言ってたね前歯がね。これなくなったでしょこのくだりあっ何ミリぐらい削れてる？このくだりあったな。左が削れてるでしょ、2ミリぐらいいってる。だっておかしいんだもん、うん、もう。でもさ、その前歯1本だけで両2本減るならわかるけどさ、うん、左だけ減るっていうのはこう一本と下の方がこう合わさってる。ラップ音もあるし、うん、だから妖怪に削られてる可能性もあるよね。妖怪前歯削りにさ、うん、聞いたことはないけどいるかもわかんないよね。うん、うん、削られてるかもしれない。それも許さないけどね。まあそれは許さないね。それは許さないのもう俺本当ね、そういうお化けがいたらわけわかんねえこと言ってやろうと思って、わけわかんねえこと言おうと思って。うん、例えばどう出てきます。まあ、お化けだから、そんなに来ないじゃん。話しかけてもらうし、ただ、うん、パッて見たら、その台所のところにこう立ってるとかね。スッとなんか。うん。んで、スッと消えるみたいな。うん、それぐらい多分、1秒、2秒ぐらいなんじゃないですか。ずーっといるってことはないじゃん、まず。こうね。で、向こうもアプローチしてこないわけだから。何を言う、その、消えろとかそういうこと？出てけとか。もっと全然わけわかんない。円周率とか。3.14 大声で、うん、とかそういう、もうだってムカつくから、もう議論する気持ちがないから、うん、こっちはお前は出てきたい、うん、でも俺の気持ちも分かってる、話し合う気が一切ないからね俺は。お化けと、なるほどね、で話し合うつもりがないっていう気持ち分かるでしょ。分かる分かる。それはムカつくだけだから。もういやでも多分まっすぐな怒り、て多分ね、うん、こう手分ってなんだよ多分、立ってみたときに、うん、まあ、いるとするじゃない。うん、したら、絶対、はぁって言っちゃうよ。それはもう、向こうの、まあ、勝ちだろうな。向こうの投票だよ。だって、怖がらそうと思って出てきてるわけだし。いや、怖いけど、その後許せないからさ。はぁって言っちゃって、3.14、15、なんとか、こう、なんとか。いや、その冷静さはないでしょ、俺に。はぁって言っちゃったら。いや、もう、向こうの勝ちですよ。うん。いや、でもね、どっか泊まったホテルとかに出たら、ほんとすごい怖いけど、うん、今はほんと許せない、ごめん。いや、ほんと好きだから、おうち大好き芸人だから、俺。ああ、そうだ。その家に勝手に上がられてるっていうのは許せないんだよね。うん、俺みたいな人見知りでさ、うん、内弁慶だとさ、自分のテリトリーにはうるさいから、もう、部屋中、マーキングし倒してんだから、俺。いやいや、その家に勝手に人が入ってる。まあ、己の部屋だから、ね。マーキングしてんだから。うん。うん。まあ、そうか。うん。まあ、そうだね。頼みますよ、ほんとに。うん。まあまあまあ、無視するってのが一番なんでしょうな。うん。いや、無視するっていうか、すごい言うよ、俺は。マジでやめてくれ、つって。もう何やってんの、つって。うん。普通に考えてみろよ、っていう。うん。普通に考えてみろよ、っていう。うん。向こうは応答してこないでしょ、だって。そうですね。言っても。そういうのはないよ、お前の部屋は。ミシミシとか。例はないね。単純なもう、欠陥住宅でしょ。欠陥住宅ってわけじゃないけども、うん、たまにその天井から、まあ足音は聞こえるよ。うん、そのネズミのね。タタ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 って音が、月1ぐらいで。でも、物自体は、見たことがないから、で昔さ、俺築地に住んでたから子供の時にさ、うん、本当にゴムボールとか、うん、天井にバンって開けると本当5匹ぐらいがいっぺんに走り出そうとしてたけどさ、うん、それが楽しくてずっとやってたけどさ、うん、なんかちょっと古い話だなこういうのなんか今の子たちとかわかるのかな。わかんないで、家にネズミがいるなんてことないんじゃない？あんまないだろうな。ないですよ。ないよね。うん、私はいるね、天井に。あ、いる。ずーっといる、もう。ああ、引っ越してきてから。ああ何代目か分かんないけどね。ああ住んでるネズミさんが。あそう。ええー。ありましたよ。ええー。うん、天井が なんかやらないの、大家さんは。何もやらないんじゃないのかね。大家さんは知らないが1階に住んでるから。
2階の天井だから、ね、2階の上にいるから、うん、そうかそうか知らないと思いますけどね、うんうんうん、引っ越するつもりはないの？ございませんよ。一切一切ない。何億ぐらい貯まったら家買うの？いや何億ってこともないんじゃないかね。だって億ないと家って買えないんでしょ？いやそんなことはないでしょ、うん、何千万とか今買えますよ。何千万で買える？そ場所によったらね。そ都心だったら。例えばどこで何千万ぐらいで狙ってんの？もう私住宅地でいいですから、うん、もう埼玉とかね、うんうん、埼玉から通うの？通いになりますよ。埼玉のどこら辺狙ってんの？それはもう地元も所沢。所沢狙ってんのお前？所沢もありますよ。え、所沢なんかいいともどうすんの？10時半いるでしょ？まあそうだね。どうすんの？いやいや、でも電車だったらそんな1時間もかからないですから、新宿まで。え、じゃあ8時とかに起きるってこと？8時半で。まあそうだね、まあ9時半、いやまあ9時起きぐらいで全然行けますよ。嘘、お前どうすんの？何よ。西新宿にロケで、うんうん、6時半集合とかあるじゃん、たまに。まあまああるね。前日、ビジネスホテル泊まんなきゃ。まあまあ、それも考えるでしょうね。やっぱ自分の故郷に、一軒家欲しいわけ？いや、やっぱりいろいろ考えましたけれども、うん、それこそ住宅地、東京の、ね、うん、でも練馬とかさ、うん、板橋とか、うん、あの辺も考えたんですけど、うん、それとその、それこそ三鷹の方とか、うん。三鷹ね。うん。だけどやっぱり、地元にね、うん、うん、欲しいってのありますよ。うん。一軒家を。所沢で。所沢買うことなんです。それか、熱海ね。熱海？うん。もうそれこそもう熱海まで行っちゃって、うん、温泉が家で入れるじゃないですか。え、それ通うの？通いよ。何、うん、その癖のあるカメラマンみたいなその仕事のスタンスなのそれ。熱海に普段住んでてたまに東京で仕事来てサンダルで来ていい写真撮って帰るみたいなさ。似合わないよ。ごめん、似合わないよ。いかんかね。お前ダメだよ、そういうなんか、うん、そういう角度つけた生き方。オープンカーで来ようと思ってんだけどもね、熱海から。いや、ダメでしょう。それはダメでしょう。ダメかね。うん。もうそれなんか、おしゃれなさ、生き方じゃない？あ、そんなとこあんだ、お前。熱海に住むみたいな。そうね。ゆくゆく。ゆくゆくは。いくつぐらいで？いや、もう40超えてからでいいでしょうね。あ、それまではいいですね。うん、それまではもう、むつみそうで。あ、そう。やらしてもらいますよ。それ、まあ、なんかよく言ってるもんね。うん、40で結、男は40で結婚でもいいって、お前よく言うよな。言うよ、言うよ。40ぐらいで結婚して。40から焦ればいいと思う。男は。何そのスタンス。いや、そうだって、それはそうじゃない？40になって、でもさ、結構周りが子供産んでんじゃん。産むね、ポンポン産むね。最近なんか特にさ、42とかで子供産むってやつでしょ。そうよ。成人したら62でしょ。うん、ちょっと嫌じゃん。いや、なんかそれ嫌じゃないけど、うん、なんかさ、うん、絶対だから向こうが15歳の時、こっちが57だったから、うん、完全に喧嘩したら負けるじゃん。まあ、男児の場合、ね。もうパンチなんて障子に穴も開かないでしょよ。57じゃ。そんな、そこまで衰えないでしょ。いや、お前57だったら首の力も弱いから、もらったらすぐと意識飛んじゃえよ。そんなバチバチにやりやがる。いや、お前の子供なんか絶対お前のこと殴ってくるし。悔しいね、うん、それは。俺がそう仕向けるし。殴れと。ちょっとグーで顎殴ってきなよ。まあ、それはそのお前はさ、どういう展望なわけ？そのよく言うけど、40で、から焦るって、40で、何歳ぐらいの嫁さんを捕まえようと思ってんの？ゴンス、4、だって40でご婚姻するとしたら。合婚すんの？いや、ご婚姻ね。ああ。婚約するとしたら。あー、これは難しい、ね。いや、そんなに興味ないから、熟考しなくてもいいんだけど。これはね、まあ、言って、でも、26。なんかお前、生々しいやつだな。俗っぽいおっさんだな、お前。26。いや、お前42で26の嫁さんってこと？うん。で、お前さ、うん、お前ってさ、そういうこと考えんの？今もう結構30、
結構な32じゃん。結構な32よ。じゃあお前ってさ、すぐ考えるの、うん、感覚が合うとか、価値観が合うとか、うん、笑いどこが一緒とか、うん、それこそ食事の趣味が合うとか、そういうことって考えるの、一緒に住むんだったらみたいな。いや、お前、42で26歳の嫁さん捕まえたいって、ほんと、エロいおっさんだよ。いや、そんなことはない。いや、エロいおっさんだよね、それって。いや、お前、完全に勃起してるよ。うん、いつ今。みんなで想像して。いや、お前、ちょっと、なんかね、うん、俗っぽいよね。で、26歳の嫁さんは何の職業の子なの？どうやって知り合うの？その時。まあ、ひょんなことからでしょうね。知り合うとしたら。つまんねえなそれはもう多分、うん、もう知人の紹介とかよ。知人の紹介？うん。あーでもどうかな、うん、わかんないな。そんな興味ねえから、うん、そんな、うん、CA かな、 CA さんかな。26歳の、うん、26歳の、そうだな、うん、その乗った時に、うん、飛行機に乗った時に、うん、うん、ちょっと、いやお前なんか普通に俗っぽいな、なんか気持ち悪いな。うん、まあ、そこ、まあ、そのラインだろうな。いや結構だから嫁さんが26で CA で、うん、お前なんかすげえデブなんじゃないの ?42 歳とか。いや、そんなことはないよ。ガタイのよ、おじさん。だって火曜日すげえでかいショートケーキ食ってたじゃん、お前。いや、それは別に火曜日の話よ。お前の、うん、自分の42歳、どんな位置で、どんな感じの、うん、なってる感じなのお前の中では。ああ。26歳の CA 捕まえるってモテるよね。結構落ち着き、物腰のいいさ。まあそうだね、うん、まあいろんなことをやっているだろうね。いや、うん、それを聞いてんだけどね。例えばそのドラマに出てたりとか、刑事ドラマとかやったりしてるじゃないですか。お前なんか下水なお前。なんかもやったりとか、なんかもやったりとか、やったりとか、あとは刑事ドラマ出て、刑事ドラマも出てるだろうし、何役刑事の、どんな刑事の役、それって結構なんか太っててさ、うん、はいはいはい、お荷物な感じ？いやいや、もうなんかその、うん、ベテランの刑事みたいなね。ベテランの刑事、うん、完全にその、リュウ・ライタさんを思い描いてますけどね。なんか勘違いしてる大学生の話聞いてるみたいな。うん、いや、そういうこともやってるだろうなという話よ。え、あ、やってるだろうなって本線は違うところにあるってこと？まあ本線やっぱりその、お笑いさんをやってる。お笑いで42どんな感じなのお前って。どんな感じだろうね。うん、あ、まあ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 、うん、番組の顔みたいな。いや、だからふわっとしてんだよ。番組の顔みたいな。だから、うん、その、MC はやっていないけれども。やってないんだね。やってない。うん、やってないけども、うん、まあ若林さんがやってて、うん、パネラーの筆頭みたいな。チームのキャプテンみたいな。お前、うん、そんな風に考えんなよ。ね、まださ、うん、まださ、うん、頑張ってもいいんじゃないの、まだ。まだ頑張ってもいいんじゃないの、お前。その年だったら？違う。今、うん、お前、いや、お前は確かに面白くねえと思ってるけど、俺。その感覚の地型で考えたら、うん、なるほどね。お前のこと実は面白いっていう人結構いっぱいいるけど、俺はそんなわけないと思ってるけど。うん、いいね、いいね。うん、でも、今さ、まださ、うん、いや、その、だから、わかんないよ。俺がね、うん、進行してたとしてだよ、はいはいはい。お前は横でね、うん、その CM 行くタイミングのね、一、うん、個のとこ終わるごとにね、うん、ね、面白ワードで、うん、オチをどんなアイドルにも落ち着けて、はいはいはい、CM 行くように、うん、いろいろ頑張ってみたいって思っててもいいんじゃないの？もうなんでお前、うん、その、もう筆頭ですよ。そんな、うん、頑張る気がないってことね、じゃあ。まあ、頑張る気が、まあまあ、そういう、まあ、ポジションもあるかなっていうね。とこだよね。本当。それはまあ、わからないけども。うん、それで42で26歳の CA と結婚して。結婚して、絶対に阻止してやるから。ぶってる写真プレゼント好評募集中でございます。おお、急に行くね。はい。うん。この番組初の番組本、オードリーの
悪いようにはしませんよ。うん、あ、違う。一年始。ちょっと違いますね。すいません。混ざっちゃってますね。あ、そう、ちょっと、うん、ピリつくんでいつも楽しみで言ってるんですけど。そうですね。気をつけてもらわないと。はい。オードリーのオールナイトニッポン一年始、うん、内村さんがね、本屋さんで偶然目にして、うん、あったかい内村さんが、うん、ちょっと早すぎないかってさすがの内村さんが思ったで思わず本を畳んでしまったという話題の本でございます、ゴンスな現在大衆館さんから好評発売中でございます、うん、値段は1050円ということでね、うん、本屋さんで1100円出すと、50円、お釣りが来るという、うん、そういう買い方していただきたいなと思います1050円ちょうど渡してもいいじゃないですかそれは、うん、で本の発売記念してブッテル写真プレゼントのキャンペーン中で、うんうんうん、本の帯の端についてるオードリーのオールナイトニッポン一年始という文字を切り取ってハガキに貼って送ってください、うん、結構ハガキがもう来てるという話を聞いたんですがあそうでごんすかあ結構来てますねあら結構束で来てますな、うん、これこれの中から選ぶと、うん、あイラスト付きのが来てますけども、うん、あラジオネームギャラクシー銀座さん一年始の発売おめでとうございますそしてイラストを扉絵に使っていただき本当に嬉しかったですほうほうほう私は先日の地震で実家が被災してしまったのですがライフラインのない中家族全員で聞いたオードリーのオールナイトニッポンかっこ漫才の会は一生忘れません、うん、ということでね、うん、来てますけれどもあ本の絵を描いてくれた人だはい、うん、絵を描いてくれた方がおー、はい、また新たな絵を描いてね、はい、送っていただきましたなこの人すごいな73歳の方から来てますよ、うん、宮城県石巻市の石巻市の73歳の方、うんうん、あら先日大これ達筆ですねこれね先日大学生の孫に勧められ初めてラジオを拝聴しました、うん私ぐらいの年になりますと全く知識はございませんがテレビで見る通りオードリーのお二人は仲が良いのですねというのが来てますこれちゃんとシール貼ってね送ってきてくれてますよは、はい、この時間にさリアルタイムも今聞いてくれてんのかしらねはいはこちらはラジオネームブーメランさん、うん、あお店やってる方ですね。ぜひうちのお店に飾りたいと思って応募しました。よろしくお願いしますということでね。うんうんうん、これは喫茶店かな？あ、喫茶店っぽいですね。ああ。うん。ここに飾りたいですって、もうマジックで丸もしてくれてますよ。出窓のところに。ああ、物をどかして、もう置くスペースを作ってくれたのかな？ですね。うん。これはどうですかね。この写真はね、どういう風に作用するか、ね。いやでもなんか個人系の喫茶店に貼ってあるようなね。はい。うん、写真ですから。先週から言ってますけど。うん、まあ本当に貼ってもらったらありがたいんじゃないですか。でまだまだ応募 OK でございます、ね。ほうほう。応募した方の中から抽選で5名の方にイベントでリスナーが選んだブッテル写真ワースト5が当たるということでね、うん、ベスト5が先週決まりましたが。うんあ、僕がサインするんですね。ああ、そうですか。はい。僕がサインして送るということになってまして、うん、ベスト5のうちのどれが届くかわからないと、うん。で、はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイト日本、ブッテル写真プレゼント係までで、来週のこの時間に到着した分まで OK ということになっております。ということで皆さん応募よろしくお願いします。さあ、それでは行きましょう。ジーニアス英和辞典プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は大衆館書店、明治、愛の大学、ハンコヤ .com。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。オールナイトニッポンでは皆様からのメールはがきを募集中でございます。
メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。はがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで、皆様からの温かいメールおはがきお待ちしております。ナイチよ振り絞れ。ジーニアス英和辞典プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。あのこの間、うん、名古屋で泊まりの日があったじゃないですか。ありましたな。であのホテルに帰って、うん、でちょっとなんか結構朝からだったじゃないですか。うん、ゴンスな。だけどなんか目が冴えちゃって、お寝れなくて、おで最近僕一人で飲んでから結構寝ることが多いんですよ、家で。大人だね。大人でしょ。何をたしなんでるんですか。焼酎とか。おえロックとかで。焼酎ロックです。うん。大人だね。焼酎の、うん、グラスみたいなのも買ってね。ええー、うん。それ、焼酎っていうのは、うん、いただきも？それとも、てめえでご購入？もらったやつなんですけど。はぁ、うん、じゃあ、ちょっとほろ酔い加減で寝るんですか？武藤さんにもらったやつなんですけどね。あなたももらったやつ。ずいぶん前、あれ、いい焼酎もらったんだよね。うん、そう。あれ、飲んだ？うん、飲んでないよ。家にあるの？家にあるわ。お前焼酎はあんま飲めないんだっけ？焼酎はちょっと次の日残ってしまう。もう完全に白ワイン糖。私は。白ワインに氷入れて飲む飲み方。あれいいんだよね。あれね、ついて行き過ぎちゃうのよ。で、気づいたらボトル一本開けても酩酊状態っていうのがよくある。ロックするってことでしょ？白ワインを。そう、飲みやすくなるのよね。薄くなんだ、ちょっと。その、冷えて、スッと入るようになるのよ。白ワインってちょっとこうさ、うん、その店でちょっとなんか抵抗があるじゃん。苦手じゃねえか。飲みやすくなってね、気づいたら一杯出ちゃうみたいな。あ、そう。うん。焼酎。うん。うん。で、まあ、ビール飲んだりして寝ると、うん、何がいいかって、うん、深いこと考えなくなるからなんだよね。なるほど。いやね、うん、家でね、飲んだことないんですよ、てめえ一人で。うん、意味がわからないなと思って、そのさ、うん、その、ほろ酔いになるじゃない。うん、知って、その状況が意味がわからないと。別に誰かと話すね、饒舌になってさ、うん、その場がちょっと盛り上がるとかでもないし、うん、酔ったなーと思うだけじゃない。うん、家で一人で飲んでると。うん、で意味がわからないと思ってるんですよ。うんうんうん、そういうのはないんだ。ないんだってか、まあ、それ状況はいいんだ。逆に自分で心配してるのは、逆の話だから、うん、一人で飲む方が向いてんの。お逆の話。いや、だから、うん、俺ってほら、大概物事を否定的に捉えるじゃん。うん、そうね。細曲がりだからね。で、結局飲むとさ、うん、その理性がちょっと緩まって、で、本音が出るから、みんなの仕事の後飲んで、コミュニケーション取って、チームワークをもっと強くして、そういうコミュニケーションだし、仕事にもつながるけど、でも俺は大概のことを否定的に捉えてるじゃん。うん、そうだね。そうそう。だから、本音言っちゃったら嫌だなって思うから。人と飲みに行くのが怖いのよ、俺は。大変だね、それは。だから本音がぴったり合う人とは、安心して飲めんの。逆に。だから、ビックビックしてんだから、俺なんか。あの先輩とテレビ局のスタッフさんと大勢で飲むときに、うん、大丈夫かって自分に常に。下手こけないっていうね。下手こいちゃうから。なるへそ。で、緩まってくるじゃん、ネジが。まあまあ、そうでございますな。大概俺なんか、その、うん、ある一面だけでさ、うん、お仕事してるわけだからさ。それは、まあ、どうか、もう、そんなこともないんじゃない？その、そこの、うん、そこの部分が、うん、スタッフさんとめっちゃ飲む。はい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 。ね、ディレクターさんがいるけど、うん、そこが合うから、なるほど、ね、飲めるけど、うん、で、合わなかったらあれどうなんの？酒の席って。合わない人と、うん、本音言い合ったらどうなんの？だから、それが。いや、だから喧嘩とかになるんだよ。それが警察24時になってるわけでしょ？そうなんじゃない？うん。うん。そういうことなんだろうね。だから結構安全な考え方で飲まないと、うん、ダメだよな。安全な人だったらいいってことだよな。タイプの同じ人間とね。うんうんうん。なるほど、なるほど。そうそうそう。だったらまあ一人飲んだから楽だ。一人で飲んだり、まああと、あれ、クイちゃんとかさ、うん、どっちみち話が合うからさ。ああ、ゴンスそうそう、飲んであれだけど。うん、で、そうそう、それで、うん、紙を置いてね、一、うん、人でノートとペン持って、うん飲んでんの焼酎飲んで。で、うん。考えたことを、まあ、バーって書いて、うん。
で結局深いこと考えちゃってんだけど、深いことっていうか無意味なこと考えちゃってんだけど。まあでもまあのなんかアイデアになったりするかもわからんしな。そうそう、だから春日にダメ出しをしないってこうちゃんと書いてある。いいね。いいねじゃねえよ。それはしっかり忘れないでほしいね。そうそうそう。でそれ で,、うん、で名古屋で寝る、うん、寝れない目が冴えたとから、うん、やっぱもう癖になっちゃってるんだよねもうね。なるへそ。ちょっと一杯引っ掛けてみたいな。ちょっと入れようかと。で俺、うん、なんかこう缶ビール買ってホテルの部屋で一人で飲むのもなぁと思って、うん、ホテルのバーっていうところに行ったこと、バー行ったことないから、ホテルのバーみたいなところに行ってみようかと思って、それで外出たの部屋の、じゃなくてさ、そのホテルのバーとかってねえんだと、大概最上階で、まあなんかどのホテルにもついてったわけじゃないんでしょ。あ、そうなの。まあ分からんけど。でねえんだと思って外出て、うんうん、でもなーと思ってどんなもんなんだろうなーと思って、知らない土地で一人で、まあ、うん、要するに一人でカウンターの一番端で、あのたけしさんの鬼ヶ原ゴンゾーみたいな感じで飲める感じを俺は想像してるから、で一杯だけ飲んで帰ろうと思って、はいはいはい、なるほど、ないのね、あのあそこの名古屋の泊まってた町に、うん、まあそうか、まあでも分か、土地勘もないし、そうそう、分からないですわ、キャバクラばっかりだからさ、うん、バーがねえなと思ったら、うん、結構豪華そうなホテルがあって、あ、こことかありそうだなと思った、入って看板見たらあったのよ、2階に。なるへそ。バーって書いてあって、BAR で。はいはいはい。で、BAR だと思って、それで、とりあえず、うん、ちょっと覗いて、入れそうだったら入ろうと思ったの。そうね、もしかしたら、そのイメージしてるところって、と違うかもわからんから、ね。で、こっちもバー初体験だし、うん、スヌーピーの絵が描いてある T シャツ着てたから。あ、かわいらしい。その、入れるかどうか、っていう感じになるわけよ。ジーパンにスヌーピーの絵が描いてあるから。もしかしたらその、いわゆるそのドレスコード的なね。そう。ものがあるかもしれない。ジーパン大丈夫ですかっていう。へいへいへい。そういうとこあるらしいから。ああ、まあ、高級なとこそうだろうね。ジーパンにスヌーピーの T シャツでしょ、こっちは。うん。そう。まあ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 、で2階ついて、うん、ちょっと覗いてみようと思って、へいへいへい、ドアが開いてて、うん、パッて覗いたら、うん、覗いた瞬間、うん、バーテンと目が合っちゃって、いらっしゃいませって言われちゃって、へいへいへい、あらやべえと思って、これ覗いて、うん、ビビってる感出したくねえし、うん、もう入っちゃおうと思って、入るしかねえなと思って、なんか、なるほどね、もうでこれ顔引っ込めて、うん、もう一回入れねえなと思って、もう一回5分後とかにまた来て、まあ、ね、入ったら、さっきの坊やってなっちゃうじゃん。そうね、まあ、坊やっても32歳なんだけど。まあでもスヌーピー来ちゃってるから。スヌーピー来ちゃってるからそれを言われちゃうよ。そうそう。おう、で、入った。で、いらっしゃいませって言われちゃったから、入って。やで、舐められちゃいけないと思ってから、こっちも一発目のファーストコンタクト行ったらなきゃいけないと思って。まあそうよね。行きましたよ、俺も。ほう、やってます。つって。行ったね。うん。したら向こうは。もう完全に居酒屋テンションの。やってます、うん、って。あ、居酒屋の方で行っちゃった俺と思ってた。まあでも結構ガッとそれは踏み込んだんじゃないですか。はい、したらもう向こうは。本当にバーテン中のバーテン、もうムーディー勝山さんみたいな。ジェルでど真ん中でビッチー分けてる人で、ヒゲが細い、うーわ、こんなバーと思って、俺もうちょっと、うん、俺、スヌーピーで入れるとこと思ってたけど、うん、バーと思って、バー中のバーと思って。まあでもいいじゃん、それはもう、いわゆる格式の高いさ、うん、それこそ落ち着いて飲めるんじゃないですか。で、昭和のいい場で薄暗くて、うん、革張りの、ソファーのテーブルが2つに、バーカウンターがあって、ちょっと高さがある、革張りの、うん、で、やべえと思って、やったーすってこっちも言ってるから、どうぞ大丈夫でございますみたいに、なんかグラスを拭きながらよ。あれよ、グラスをこう、手を結構突っ込んで、うん。そのバーテンさんのイメージ、ね、風貌とか、その行動とかもうイメージ通りだよね。イメージ通り。もういわゆるバーのバーテンさんがやってるって。もう完全に笑うセールスマンのバーだね。あのヒゲのマスターね。うん、ドーンのところだから、やっちゃった、やっちゃったと思って。でももう生えて赤い絨毯でしょ、薄ぐらい革張りでしょ、うん、ずらーって並んでて、バーカウンターのこのウッドの感じ、木目の感じとかもさ、はいはいはい、やってるねっていう感じので、うん、椅子引かれて、ちょっと待ってよと思って、うん、俺
人見知り芸人だから、うん、まず喋りたくなくて一人で飲んでるわけだし、どうすな、これバーカウンってお客さんがゼロなのよ。はぁ。だからこれ、どうなのと思って一瞬で2秒、その間5秒ぐらいで、うん、どうなのと思ってバーカウンターに座っちゃったら、なんかバーテンと話す感じなの、それとも、うん、花火の時のたけしさんみたいに腕組んでこう座ってていいのか。のバーのルールはどうなのって思って。たけしさんで例えるのが多いね。さっきから。まあ、わかるけど。バーのイメージがあるんだろうね。え、うん、そっか、さっき鬼ヶ原さんに例えてるのに、花火でも例えちゃってる。例えてるから。2回踏んじゃってんだね、同じ例え。ああ、でもそれは、迷うね。いや、でもソファーに座るって、ここで、椅子引かれちゃってるから、うん、ソファーに座りますって言ったら、なんか失礼だし、で、これルールが心配だったのは、この、びっちり横分けの、グラス拭いてるバーテンと話すことないぜ、と思って。入っちゃってるから俺も目が。また、その人がどういう人かもわからないしね。わかんない。そのすごく話したいバーテンさんなのか。いやいや、俺基本とか喋れないからさ。そうよね。だから向こうが、どういう人かもわからんからね。失礼だから座ってさ、こう、あ、いい店っすね、みたいな顔だけしてね、こう、ま、見渡してです。で、どう頼むんだろうっていう間があって。瓶が並んでしょ、はいはいはい、お酒の瓶が後ろに。あれはなんか会話から頼むのものを見つけてくんのかな。いやでも普通になんか、じゃあちょっとウイスキーよとか焼酎ありますとか。メニューを見る。だって縦札で生中とか大とか書いてないじゃん。いやそれは書いて居酒屋じゃないか。霧島みたいなのが書いてないから。書いてないから。それ書いてあったらごちゃごちゃしちゃうわ、なんか。あ、そう？うん、おしゃれな。だからなんかこう、チラチラバーテンの方で盗み見つね、こうやって。うん。したら目合うたんびにこう、ね、またグラス拭きながら会釈されるからさ。うん、うん。あれこれ俺が感覚で、でもなんかなと思ったら、って顔してたら、あ、メニューご覧になります。おぉ。でもやべ、今の一言舐められてんじゃねえかなと思って、なんかパッて開いたら、うん、メニューなんか皮のね、長細いやつ。ああ、はい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 。レッドワインが飛び込んできたから、あ、レッドワイン、間違いない、赤ワインで、うん、と思って、したら、なんか、シャトー・ランシュ・パージュ、ん1500円みたいに書いてあったから、うん、レッドワインって書いて、うん、この3つの中でどれが一番飲みやすいですかって言ったら、うん、あ、そちらの、シャトー・ランシュ・パージュで一つの銘柄となっておりますって言われて、うーわうーわーと思って。ああ、もうダメだ。もう見切られてるよ、バーテンさんには。やっちゃったーと思って、それで俺、苦し紛れに、うん、なるほどダサい。それでバーで大恥をかいたわけですよ、うん、僕はシャトーとランシュとパージュの3種類だと思ってたわけですから、うん、そうね、まさかのね、うん、それがもう一つの銘柄だと思う。ちょっと負け戦の感じ出ちゃって、で俺もなるほどって言っちゃったからね。いやもうそれ完全に見切られてますよ。じゃ今んとこ、うん、なんかこのボケた感出せばよかったかなと思ってリアルタイムで反省しちゃって、で、うん、スヌーピーの T シャツ着てるし、なんか舐められちゃうぜと思ったから急いで足組んだんですよ。別にそれは有効な対処法じゃないと思いますよ。うん、足組んだからおって思わないでしょ。待ってさ、こいつやるなと思わないでしょ。で薄いピアノが流れる中ね。あー、シャレた店ですね。で、二人きりよ、薄暗いバーカウンターで。うん。で、シャトーランシュパージュをキュッキュッポンって開けて。うん、あ、それ頼んだの、それを。頼んだよ、これ。じゃあ、それをってなったわけだ。頼んだんですよ。うん。なんだって、赤ワインとかも飲まないじゃないですか。うん。それこそさっき焼酎って言ったけど、うん。なんで、いろいろさ、メニューが書いてあるわけでしょ、うんうん、他にも。うん。なんでそれにしたんですか、なるほど、ね、めっちゃ手前一回戻ったね、正直。戻った、うん。どこに一回心折れたから、うん。くじもはちょっと恥ずかしいんだけど。何ですか、一つの銘柄となっておりますはいはい、言われて、なるほどだ。なるほど。と思って、うん。恥ずかしかったの。すごく体が飲んでもないのにカッカしてきたから。うん、そう恥ずかしいわ。急いでビールに変えましょうと思ったわけ、俺は。ほう。うん。ほう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 。だから、あ、じゃあ、テンパってたんでしょうね、俺も。はい、じゃあ、
スタンダードビールでっつって。スタンダードビール。スタンダードビールって言ったから、うん、はいって言われたから。そりゃそうだろ。そのグラスを拭く手が止まったからね、ちゃっと。いや、そう聞いたことないだろうしね。はいって言われたから、うん、あ、これでいいですって言われて、うん、そのシャトーランシュパージュを指さした。あ、なるほどね。ああ。なんでそれつけちゃったんだろうね、スタンダード。ビールでいいじゃないですか。普通のビールでっていうのを、うん、このバーで普通のというタイトル、冠は、うん、良くないと思ったんだろうね、瞬時に。なんか横文字を使って、うん、頭よく見せたい人いるじゃない。なるほど、はい、その感が出ちゃったのかもしれない。それがスタンダードビールになっちゃったのかもしれない。なるほど。したらよりバカな方向に。よりバカな方向行っちゃって。バカじゃんになっちゃって。まあ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 、それはでも焦ってた。それぐらい。毛穴が開いて、体中の。うん。うん。それぐらい焦ってたんでしょうね。で、なんかね、でっぷりとしたワインのグラスですよ。居酒屋みたいなやつじゃなくて。はい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 。本当に、本当に、人が、北方健三が持つみたいな。だから、その、丸っこい、でかい、いわゆる居酒屋とかのグラスよりも、うん、三回りぐらいでかいやつでしょ、なんか。そう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 。で、ちょっとしか入ってないみたいな。あれってさ、うん、どういうことなの？手の温度が伝わらないためにああいうものになってんの？まあ、それもあるだろうし、あれほら、回すじゃないですか。うん。で、だから、回してんじゃねえてめえ。回しちゃ。回しちゃ、ね。で、お前はなんで白ワインを回しちゃうの、グラスを。やっぱりさ、空気に降らさせることで。言い慣れてねえじゃねえか。触れさず、触れさず。この辺習ったからさ。うん、あれ、こう、内回りに回さないといけないんだって、ワインって。うんうんうん、外回りだと、うん、その、ワインガンの匂いが全部、外側に流れてる。内回りってことだから、てめえの方向に、こう、ワインを。ああ、こっちにね。だから、左回りってことか。逆時計回りです。そうすると、そのワインが、この香りが全部、自分の方に。てめえに当たってくるから、らしいですよ。で、どうなの匂いは、白ワインは。やっぱりね、芳醇だね。わかる？わかりますよ。で、氷入れることって、うん、カランカランカランってことでしょ？まあそうだね。基本的にダサいことじゃないんだね。シャキ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 カランって音がする。ダサいことじゃないんだ。ダサいとは思ってない。カランカラン。うん、一つ上だと思ってる。ワインの飲み方。お前がワイン回してんのってさ、阿佐ヶ谷の橋屋でしょ？まあ林屋ね。林屋でしょ？林屋で、まあそうよ。うん。うん、基本的にずーっと回してる。匂い嗅いでねえじゃねえか、お前。それも貧乏ゆすりと一緒だよ。酔ってるからですね、こう回しながら。ああ、そのために多分、その、でっぷりとしたグラスなんじゃないですか、わかんないけど。え、じゃ、こう持つ、そう、要するにこう、おっぱいを下から揉むみたいな。はいはい、いいね。うん、これなんか棒のとこを持つのか。あ、それがね、あれ違うっぽいんですよ。白と赤じゃ。どっちなの？え、嘘？違うんだ。白の方は、その、いわゆる、パヨツ、うん。手の温度を伝えてもいいの？ B の形で、いわゆる、持っていいんじゃないかな。うん、赤ワインは棒のとこ持つの？赤、うん、だから、温度が、うん。でも棒のとこ持ってこう掲げてるような写真が多いような気もするよな。まあ、そうね。うん。多分赤と白どっちかはいいはずなんだよな。うん。白。まあ、ちょっとわからんけども。うん。うん。うん、えらいでっぷりとしたんだよ。はい、来た。回しましたよ、俺もだから。舐められちゃいけないと思って。なるほど、なるほど。時計回りに回しました。先に教えておけばよかったね。うん。あ、で、飲み始めたんですけど、味はもちろんわかんないですからね、僕は。うん。なんか、渋みがありすぎて、うん、コルク入ってんじゃねえかなって思いましたけどね、一瞬。覗き込みましたけどね、これさ。これコルクを飲んでんじゃないかと。そう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 。まあでもいいワインなんだろうね、わかんない。わかんないけど。そういうところで飲むわけだから。で、俺さ、うん、その変な空気だから、常に。うん。まだその一言も交わしてないわけ、その注文以外は。いや、その、だから一つの銘柄です。はいはいはい、はい。で、スタンダードビールって言ってるから、その、うん、二打席連続見逃し三振みたいな感じの。なるほど、結果が出せてない、まだ、ね。ピアノが流れてでしょ？喋りたくねえからさ、うん。バーテンダーさんが俺から見て左側にいて、うん、チラッと見たら、見てんだよね、うん、俺のこと。あれ、いや、話すのかな？で、微笑むの、俺に。で、多分そのお箱なんでしょうね。お箱なんだろうなって微笑み方をしてくんの。なんか目が全然笑ってない感じ。なるほどね。それで。だからもう、向こうは、もう、ウェルカムな状況ってわけでしょ？
うん、いわゆるそのお客様からの話し相手になるならなりますよって感じなのかな、うん、だから右側を見てたわけですよ、いない方、なるへそ、喋りたくない感を空気で出そうと思って、うん、ずーっと右側見て、うん、ワインも立て続けに飲めないぐらいなんか強い感じだったから苦いわと、そうで、またわあのワイン、うん、のへいへい当て、当てって言われるか、まあ、つまみみたいなのが出てきたんですけど、干しぶどうだったんですよ。はあ、ぶどうにぶどうなんだと思って、そういうもんなんかなと思って、それちょっとわからないけども、わかんない、ご飯のおかずがきりたんぽみたいなさ、ね、だからさ、ぶどうを出す理由はよくわからないけども、もしかしたらそれがスタンダードなのかもしれない。ぶどう飲んでぶどう食ってさ、うん、なんなんだよ、ただのぶどう好きだからねそれはね、うん、おで右側ずっと見せたしたら、うん、お花好きですかって言ったら目の前に蘭の花があってさキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、聞こうぜ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。この間ね、うん、アンケートで、うん、番組の、うん、なんか最近こう怒られたことありますか、うんうんうん、みたいなのあったじゃん、うんうんうん、でぐーっと考えたんですけど、うん、ないなぁと思う、最近こうがっつり怒られたっていうのは、いわゆるなんかこう怒鳴られるみたいなさ、うん、お前何やってんだよ、その、みたいなね。高校生とかみたいな、ね、とかのないなぁと思って。で、こう考えてたら、まあ、昔ね、その、あんまりにも怒られすぎて、その、あの春日が逃げ出しそうになったことがあったなと思って。まあ、でもサブじゃ怒ってるでしょうけどね、今もね。あったー、それだから下まで降りてこないのは幸せだよね。それはね。それはいいんだけど、うん、あったと。あと、今逃げ出す寸前ぐらいまでなったことがあったなと思って。最近、よく昔話するけどさ、うん、死ぬんじゃないのだからね、ほんとね、うん、ふとした時に、うん、ふって思い出すんだよね。よくね、最近ね、お母さんの話とかね。うん、あんなことあったなとか、うんうん、いろいろ、その、まあ、その一環なんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ怒られ、19ぐらいの頃ね、うん、バイト、引っ越し屋のバイトやったことがあるんですよ。うん、1日だけ。うん、これが、それが初めてのアルバイトだったんだけども、うんうん、19の頃ね、うん、そのクリスマスイブですよ。うん、バイトやります。日払いのバイトだっつって。うん、でやって、すごく厳しいんです。引っ越し屋のアルバイトお前さ、うん、俺お前から、その引っ越し屋のバイトが厳しいって話、うん、もう15回目ぐらい。それだけは何度も擦るけどさ。あ、そうだっけ？もう二度としないって話だろ。引っ越し屋のバイト。二度としない。もう詳しく話しながら、その、どんな感じだったのかっていう。まあ、リスナーの方はね、うん、お前でもあんな1万円生活とかするようなやつが、厳しかったって、うん。俺もあるけどさ、引っ越しのバイト。そうなのね、あれ。そんな？めちゃくちゃ厳しかったんだよ。そんな厳しいかね。まずだから集合が、まあ、その引っ越しのね、会社に。うん、はいはい。まあ、朝4時半ぐらいですよ。4時半。実家のパジロミニを飛ばしてさ。うん、まあ、行ってさ。うん。それ、うん、募集っていうかなんか仕事内容は4時半集合何時までって書いてあるの、うん、書いてない書いてない。4時半集合から？まあ、からっていうか、その、うん、そんな詳しく書いてなかったね。1日日払いで、うん。うん、まあ、払いますと。まあ、8時ぐらいから書いてあったかな、うん。だけど、ほら、場所によって違うじゃないですか。違う違う違う。うん、その、現地に着いてから、みたいな感じだから。うんうん、それはそうだよね。多分、当たり外れあるね。そうでしょ。で、多分、私が言っても、厳しかった現場なんだよね。うん、はい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 。で、まあ、朝4時半から行ってさ、うん、つなぎ着替えてさ、うん、で、2トントラックに乗るわけですよ、向こうの社員さん2人と、うんうん、まあ、春日と、うん。で、トップの人が、リーダーみたいな人が35、6ぐらいかな、うん。で、その部下みたいな、うん、まあ、27、8ぐらいの兄ちゃんと、うん、で、19の春日が、うん、まあ、向かうわけですよね、うん。で、引っ越し現場着いたら、う
一人待ってたのよ、もう一人、はいはいはい、私と同じぐらいの年の人が、はいはい、でよく聞いたらその人材派遣からっていうルートで来たみたいな、はい、同じようなバイトの、うん、まあ境遇としてはそのまあ春日と同じ立場ですよね、うん、社員さんにいろいろ習う、うん、でその人も初めてだし、うんうん、でこう、まあ、やってたのよ、でそれがまあ団地の5階ぐらいなところの、うん、あのから一軒家に引っ越すという、うん、まあ、人だったわけよ。でその団地っていうのがエレベーターがないんですよね、はい、んでその階段っていうのもその人二人こう横に並んだらもういっぱいいっぱいぐらいの、うんうんうん、まあ広さ、うんうん、まあ狭さの、うんうん、まあ階段でそっからこういろいろ段ボール運んだりなんだりかんだりするわけですよ。うん、で、まあ絶対にその社員さんに言われてたのが、絶対にその傷つけるなよと。うん、家具やら何やらを。それは絶対でしょ、引っ越しは。絶対でしょ。うん、で言われたそばから学習机を壁に擦ったんですよ。あら。春日が。あ、したらもう体育会系だからね。うん、いきなりこう頭を叩かれるわけですよ。うん、言っただろパーンつって言って。うん、んで、あんまりそんなない部活でもなかったよ、そんな状況が。え？ああ。高校の時の部活とかいきなり叩かれるとかなかったじゃないですか。いや、叩かれるってないけど、俺は結構、塚本さんとかに怒られたり。いや、でも俺ラグビー部だったから、はい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 、もう全然ずーっと走らされるとかあったから、うん、そんな当たり前じゃん、お前が言ってること。学習机、擦ったら頭ぐらい叩かれんだろ。そう。だけど、経験がなかったから、えだ、そこで。お前、ちょっと待って、え、もやしっこ、まあ、待ちなさいよ、結論出すのは。結論出すのは待ちなさいよ。そうでしょうね。絶対やっちゃいけないから。うん、それが、だから養生を、朝入ってあんなちゃんとするわけで。そうなのよ。で、そんな厳しいものだと思ってないからさ、そこでこう、ちょっと、ぐっとね、うん。うん。うん。もう、折れそうになってさ。弱っ。そこも19歳だったしね、春日も、うん、初めてのバイトだし、19で行ったってな、当たり前そんなこと。それ今考えたらそうなんですけどね、うん、もっと行きたかったはずだよ。そのバイトの人は社員さんでしょ。そう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 、社員さん。もっと行きたいよね。学習机こすって絶対言われんだから、うん、それそうよ。もっと胸ぐら掴んで壁に押し付けたいぐらいですよ、うんうん、めんどくせえから後が。まあそうね、うん、でもそれで叩かれて、うん、はって思ってきた。え、そんなやつなのって思っちゃって、うん、でももうこれはいかんと、うん、ね、あんま怒られなかったもんね、ちゃんとしてるから部活でも、そんなにガッツリ怒られたのなかったから、うん、で、はって優等生だから、思って、うん、はって思って、でもまあね、一日我慢すればまあお金が手に入る日払いだったから、うん、でまあぐっと我慢して、うん、でまあ続けてたんですよ、うん、で家の中にこう何回もこう入るじゃないですか、うん、だからね、うん、そのまあスニーカーお気に入りのなんかしらお気に入りのスニーカーを履いてっちゃったのよ。知らねえよ。コンバースの。うん、ね、うん、で、何回も入るもんだから、入るんだけど、そのお気に入りのスニーカーだから、手、こう、毎回毎回こう、ちゃんと履いてたの。うん。で、それを見た社員さんが、その、遅えから、うん、かかとを踏めっつって、言われてさ、うん、で、かかと踏んでこう、入れって言われて、うん、で、そこでまぁちょっとグッと来ちゃって。なんで？お気に入りのスニーカーだから、かかと踏むの。ちょっと、つっても、怒られ、グッと来て。うん。うん、で、まあ、泣く泣く踏んでさ。うん。で、もうそこでもう折れてる。何この話。どれだけ辛かったかって話よ。そんな辛くねえよ、それ。それで、うん、で、そのね、家の人が、うん、まあ、気を使ってね、はい、飲み物とか、はい、はいはいはい。その、ちょっとしたもう昼ぐらいになってるの、その時点で。はい。で軽食みたいなので、ピザをね。ああ、これは優しいよ。優しいよ、なかなか。置いといてくれて、うん、で、すっげえ食いてえな、とか思いながら、うん、まあ、ずっと運んでたんですよ。うん、でね、やっと食いたいなと思って。ね、うん、で、終わって、うん、まあ、なんとかこう運び出して、うん、で、じゃあ移動しますってなってさ、はいはい、で、いただいたから食べようっつって、うん、そのピザをね、うん、食べたら、すごく硬かったの。うん、ピザが？ピザがもう冷えちゃって、硬かったから、またそこちょっと。グッときちゃって。あれ、そんなにボンボンだって。もうだから頭はたかれた時点で、もうちょっともう来ちゃってるわけですよ。私は。だからもう断るごとにもう来ちゃうわけ。じゃああの西武球場のバイトの前か。うん、全然前よ。あ、うん、はいはいはい。働くってこんなに厳しいことなのかって。普通中の普通の話だよね。思ってさ。今日も、うん、1500件ぐらいあった話で、都内で。まあそうね。うん。だから引っ越し屋のバイト考えてる人はこれぐらい辛いんだよってことも伝えたいわけよ、今ね。
出すよ。あ、もっと辛いと思うけどね。もっと辛いかもしれんけども。うん。んで、まあ、移動しますってなって、うん、んで、まあ、移動途中に、ちょっと飯を食おうっつって言って、うんうんうん、んで、まあ、蕎麦屋さんに、まあ、入ったんですよ。うん、だけどね、うん、春日的には、うん、その、お金を使いたくないわけさ。うん、ね、うん、あの、で、そのために、お母さんからおにぎりをね、握って、え、ちょっと持たせてもらって、来てるから、うん、だけど、蕎麦屋に入れないとも言えないわけ。すげえマイナスプロモーションだよ、うん、お前。そういう時期もあったということ。ボンボン次だろ、バイトで おにぎり握っちゃう、うん、お母さん。お母さん頼んでさ。てめえで握ってこいよ、バカ野郎。まあね、うん、言いたいよね、その頃の自分にね。ああ、今はね。今はね。うん、今は言いたい。今は分かってますから、うん、おにぎり3つぐらいですよ。ね。ってくれる。19歳。19歳。課題に忍ばせてさ、行ってさ、蕎麦屋寄ってね、で食べたくないけど、まあでそこで食わないっていうのもなんだからさ、つって、ザル蕎麦頼んでさ。もう炎上交際全盛の時代。全盛の時代。そうですよ。女子高生が一番元気あった時代です。早く喋れや、引っ越しの話。それでさ、それでその、引っ越し先んとこ行ってさ、んでこうね、運び出すんですよ。そのトラックの中から。そりゃそうでしょ。でこうやって、やってて、うん、やってたうちに、うん、あの、ふと気づいたら、うん、あの、派遣で来たやつがいないと思って。一人のやつ。一人のやつが、うんうんうん。いないっつって、うん、で、あれと思ってたら、うん、よくよくその考えたら、うん、逃げててさ。あ、そうなの？そうそう、結構きつい。その人も。そいつも初めて。そいつも初めて、ちょっと交わした、ね、会話を。じゃあ二人でやんなきゃいけない。いつの間にか逃げてたのよ。こっちが逃げたいわと。こっちが逃げたいのに。ほんとなら。逃げておにぎり食いたいのにさ。勝手に逃げられて、えっつって。知らねえけどさ。うん、もう、T は逃げられないわけですよ。その時点で。もう、お前逃げちゃったら、その人、社員さん一人だからね。そうよ。さすがに。もう無理だよな。机とかベッドとか。二人で運ぶもんがあるから。うん、そうでしょ、うん、で、逃げちゃったもんだからさ。もう夕方ぐらいで終わるような引っ越しがさ。でも補填するんだよね、あれ、急遽行けっつってね。あ、それで来たのかね。あ、急遽来たの？いや、それで、ああ、その、その引っ越し屋さんからちょっと逃げちゃったら、一人入れたりするのよ、うん。どうしてもダメな時。あ、そうか、ね。今から行けますかって電話して派遣って。はあ、ない、そんな。電話かかってきたことあるもん、逃げたから。船橋にポスター貼りに行ってくれって。行ったよ、俺。あ、そう。うん、漫画家、ないない、漫画家志望の人とポスター貼ったよ、ずっと。あ、そう、うん。なかった、なかった。あ、そう。二人でできると思ったんじゃない？そうなのかね。うん。で、やって結局8時、9時ぐらいに終わってさ。うん、うん。で、まあまた帰ってね。うん。で、その日のうちに、うん、まあその日払いが8000円だったんですよ。うん、うん。ね。うん。だけど、5000円しかもらえないの、その日に。うん。で、3000円っていうのは、うん、その、次来た時に、払うっていうシステムだったのよ。うん、はぁ、はいはいはい。あるあるある。うん。あるでしょ。あるある。うん。で、うん、あの春日がよ、うん、そのお金にね、うんうん、結構厳しい春日が、うん、あまりにも辛すぎたから、うん、もうその日限り行かなかったんだよね。3000をだからその、預けたままなんですよ、引っ越し屋さんに。うん、ね、うん、だから、もう取りに行ったらもらえんのかなと思って。いや、もらえるわけねえだろ、追い返されるわ。ぶりぐらいに。いや、追い返されるわ。登録が一応してるから。でも俺これどこまで話していいかわかんないから、うん、やばそうだったら止めてほしいんだけど、うんチラ、あ、でもやめとこ、やめとくわ、ごめん。なんか怖いわ。ああ うん。そういうなんか内部事情みたいな。俺も、詐欺みたいのに会ったことあんの。え？でもやめとく、ごめん。うん、なんかいろいろ、怖いじゃん。やめとくけど、うん、俺も、うん、がっちり給料もらわなかった時。で、お前とケース違うけど。私は別にそういうシステムだよ、ね。俺はアップかまされてもらえなかった。ちょっと CM 中に聞かせてくれよ。それって恋ですか？全国の胸のあたりがキュンとしている方からの相談メールです、うん、先ほどのこの音楽でね先ほどのチラシ配り詐欺の話もちょっと緩和中和さ毒素が、ね、抜けたかと思いますがそう、ね、トントンかなさあじゃあ行きましょう、交互に行きますが私から行きましょう、うん、静岡県狼少女さんアナウンサーがバラエティでいじられてると、いかにもタレントのような振る舞いを見せると、
なんだか胸のあたりがモヤモヤします、うん、これって恋ですか。これはモヤモヤしてはいますが、うん、恋ではないんじゃない。鼻についてるっていう感じですかね。恋じゃないですよ。恋ではないですね、うんうん、じゃあ行きましょうか。私、ラジオネームロドリゲス仕事しろ。一度借りた AV を再び借りるときに店員さんに、この商品は以前借りられましたがよろしいですかと聞かれると、頬が赤く染まってしまいます。これって恋ですかって来てますね。まあこれは恋ではないですよね、うんうん、恥ずかしい、恥ですね、うん、恥ですね、うんうん、ちょっと違います。まだ出ないですね、うん、恋がね、愛知県ラジオネーム夏猫ピート。ちょっと洒落たレストランに行ったら隣がカップルでした、うん、彼氏の方は若くて結構イケメンだったのですが、うん、断るごとにあげぽよーと愛の手を入れていて、うん、胸のあたりがモヤモヤとしました、うん、これって恋なのでしょうか、うん、これはヘドだと思いますけどね。ヘドが出てるんじゃないですかこれは、うん、恋じゃないですよ、うんうん、これはどうかな、神奈川県ラジオネームミミズグチュグチュ。お医者さんに膝をトンカチで叩かれたら足がビーンと持ち上がりました。これって恋ですか。これはもう体の仕組みですね。これはね、これはもう体の仕組みも分かってないし、うん、恋も分かってないっていう立ちが悪いですよ。ダブルだよね、これ、 これはダブルです。これちょっと重症かもしれないですね、うんうん、これは。続きましてラジオネームマイさん、うん、押すなと書いてあるスイッチを見ると、うん、胸のあたりがそわそわします、うん、これって恋ですか。これはね、破壊衝動ですね、これね。そうだね、うん、これはね、対人じゃないし、あと恋の何者も分かってないですよ。まだ分からんもんかね。北海道ラジオネームスピニングトーク、うん、AV で素人ナンパ系の AV に出ていた女性が、うん、他の AV で見つけた時に胸がドキドキします。うん、これって恋ですか。うん、違うんだよな。これはこれ疑惑ですよ、これは。うん。うん、あれっつって、素人じゃねえんじゃねえかっていう。うん、あれあれあれっつって。結構よくあるんだよね。まあそうね。あれ結構がっかりするんだよね、こっちもね。そうなのよ。それか、もしかしてそのナンパ系で最初に出て、目覚めちゃって、うん、そういう道に入ったかとか。だからどっちが先に出たか見るだろ。まあそうね。そう。で、意外と、プロっぽい仕事の方が前だったりする時あるんだよ。そうすると、あ、やっとるな、うん、ここの会社って思っちゃうわけ。そうね。そうだね、はいはい。恋ではない。恋じゃないのよ。うん、まだ出ないですからね。うん、ラジオネーム、モケモケサンダー、うん。最近部屋の隅に色白の女の人が立っていることがあり、うん、視線を感じるたびにゾクゾクします。うん、これって恋ですか。これも恐怖です。これは全然違いますね。これそれ霊媒師さんとかに来てもらった方がいいよね。早急に。だからこれ恐怖も分かってないってことだから、とんでもないドラゴンヘッド状態になってますからね。これはまずいですね。怖いですよ。行きましょうか、神奈川県ラジオネームミミズグチグチ。最近 AV を見ても立ちません。これって恋ですか。行きます。これもちょっと ED の疑いですね、これは。いや、恋 ED だし、うん、ED じゃないか、うん、ED でも恋でもないです。なんでしょうね、じゃあ。で、僕もそうなんですよ。ラジオネームミミズグチグチ、うん、森永卓郎の頬にあるニキビの跡を見ると、うん、パテで埋めたくなります、うん、これって恋ですか。そんなわけねえだろ。そんな、これはパテで埋めたくなってるだけですよ、これは。これミミズグチグチはこれやばいね、恋を知らなすぎてね。うん、もっとそういう恋愛系のドラマとか映画とか見た方がいい、ね、ボーイズビーだろうな。ボーイズビー、ね、古本屋行ってボーイズビーかって読まないと、うん、やばいね。これ行きましょうかね、はい、じゃあ私、東京都ラジオネーム超重ギガジャクソン。下半身裸で外へ出ようとしたらパトカーのサイレンが聞こえたので胸がドキドキして外へ出られなくなりました。これって恋ですか。できてますね、これ。いや、スリルだし、あとちょっとやばいっすね、止めないと。うん、そうね。恋愛してると思っちゃったらもうアウトだからね。スマホが走っちゃうから。怖いよね、そういう気持ちはあるっていうことだから。はい。恋じゃないですよ。恋出なかったですね。今週出なかったですな。
恋出ないかね、隣の女の子と目が合うとドキドキしますとか、そういう感じでいいんですよ、ね、全然来ないですね。まあそういうの来ても困るんですけども、まあ、ということでね、モヤモヤをスッキリさせたい方からのメールをお待ちしております。メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送オードリーのオールナイトニッポン、それって恋ですかまでお願いします。時代に話していた夢を追い続ける2人を見ていると、俺も負けられないなと勇気づけられます。まだまだ30代、お互い走り続けていきましょう。オードリーのオールナイトニッポン。まだまだ30代、高校時代に話していた夢を追い続ける2人を見てると、もう構わない、俺も負けられないなと勇気づけられます。まだまだ30代、お互い走り続けていきましょう。いやーちょっと、ね、色褪せないですね。だいぶ経ってるでしょ。もう何週経ってます？面白いね。なん1ヶ月、ほぼ1ヶ月経ってますけど。あとこのバックのイージューライダーがさ、うん、この3人の自由な感じが出てていいね。まあそうね、うん、それもだいぶね加わってますよ、はいはい、演出が。いきましょうか、春日さんから読んだらいいと思います。せっかくタイトルコールもした、うん、まあそのつもりでしたけれども、じゃあ行かせていただく私ね、東京都ラジオネーム小ガラス丸。アーノルド・シュワルツェネッガー、あなたは私の憧れの人でした。ターミネーターを見た時の衝撃は未だに忘れません。そして私はまたあなたに衝撃をもらいました。やはりあなたは私が思った通りのターミネーターでした。特に下半身が。私はまた頑張れます。下半身はまだまだ10代、お互い走り続けましょう。タイガー・ウッズよりというね。まだまだ走り続ける気持ちだったことにびっくりしましたね。懲りてないってことですね。一切、うん、いやでもいいんじゃないですか。でもさ、本当にさ、なんか、うん、本当イメージってさ、うん、あれだよね、うん、びっくりするけど、なんかしかもエロの方のイメージだったじゃん。何人もさ、爆乳のさ、うん、人が9人ぐらい出てきてさ、お話だったからさ、うん、どうすな、看板にね、でっかくタイガーウッズがね、うん、映ってる看板があんのよ、うん、ある年に、はいはいはい、笑っちゃうよね。いやもう申し訳ないけど、うん、すげえエロいんだなって思っちゃったら笑っちゃうじゃん、うん、いろんなことをやって、うん、今ね、うん、もちろん人間だからセカンドチャンスサードチャンスでいいんだけどさ、うん、笑っちゃうよね。いやそうよね。またギンギンに見えるじゃん。うん。うん。そうね。うん。でもイメージついちゃうよね。そういう。いやエロのゴシップはそうなりますせ。だからそれが本性だみたいな感じ。ちょっとでみんな持ってんだけどね、本当はね。そうね。うん。うん。それが本当のっていう風に思われちゃう、ね。まだまだ走り続けるつもりなの。うん。すごいよな。そうです。うん。頼もしいですよ。じゃあ私行かせていただきます。うん、ラジオネーム裏本田芝志郎さん、金子哲夫様、連日のテレビでのご活躍ぶり注意深く見させていただいております。分かりやすい経済解説もさることながら、やはり一番気になるのは口元。ゴールデンタイムで堂々とベロを動かしまくるという、私が何年かかってもできなかったことをやすやすとやってのける姿に驚きとともに尊敬の念を抱いています。まだまだ40代、お互い女性を引かせていきましょう。いじり岡田。あ、引かせ、金子さんは引かせてるつもりはないだろうけどね。まあそうね。うん。でもやっぱりいじりさんから見るとそう見えるんだろうね。金子さん。やってるなっていう。ベロ動かしてるな、高速で。行ってるな、ゴールデンで。がっつり、あの、
あの、金子さんってめっちゃマシンガンみたいな喋り方して、はい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 、あの、舌足らずの。はい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 。がっつりカンペ見てる時あるな。視線がね。いや、俺もあるけど。カンペの位置とかもあるんだろうね。いや、マシンガンの割にって思うから面白くてさ、いつも。うん、で、行きましょうか。千葉県ラジオネームエリンギ。レディーガガ様へ。先週は正康への手紙ありがとうございました。本人もとても喜んでいたようです。私もそろそろ身を落ち着けなければいけない年齢となってきましたが、ガガ様のファンタスティックな行動を見ていると良い刺激になり、もう少し独身でいようかななんて思っちゃいます。まだまだとんがりからお互い突き抜けていきましょう。若林の姉よりっていうのが同じ俺の姉がレディーガガ ガガに、うん、送ってんの。お互いそうとんがりキャラだから突き抜けていこう。エールを送ってるわけです。とんがりキャラお互い、うん、いや俺うちの姉ちゃん肉のドレスとかは着ないけどねいやでも分からんよ。そういうその出さないだけであってそういう魂を持ってるんじゃないですか。ガガ様、ガガ様的な、まあ、弾けちゃったらもうガガ様のあのポスターもすごいよ今な。体の中になんかね、うん、鉄入れるみたいな あるじゃん。なんか顔ボッコボコになって、うん、またとんがってた。とんがってたっていうか、うん、とんがってって言っても何なんだろうな。そう考えるとなまあね、一言で言うけれどもね、どっちももうどっちになってきてんじゃない、うん、とんがることがかっこ悪くなってるし、うん、だからってとんがらないこともなんかみんなで足並み揃えてるような気持ち悪さあるし、まあね、うん、だレディーガガがとんがってるかってとんがってんのかな。とんが、まあうちの、ね、うちの姉ちゃんはあんなとんがってないですよ、あれたタバコで作られたサングラスはしてないですからねいや、それは分からない。もしかしたらしてるのかもしれない。こういうの来てるわけだから。うん、はい、うん。じゃあ、僕、行きましょう。じゃあ、これ行こうかな。ラジオネーム、土屋隆之。梅宮クラウディアへ。お前は俺にとっての最高の漬物石だ。まだまだ漬物家族。お互い走り続けていきましょう。梅宮達夫より。どういうことどういう、それは。最高の漬物石だ。いや、それを。嬉しくないでしょ、そのクラウディアさんも言われて。いやでも土屋はそうやって言ってるから、うん、だからその、うん、例えってことでしょ言ったら。すいませんね、なんか、うん、ブースに蜂の巣投げ込むようなことしちゃっててんやわんやだ、うん、はい、今週は以上ということになります。はい、来週もメール待ってます。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 はがきの後先は郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、まだまだ30代までお願いします。オードリーのオールナイトニッポン。ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。未来、それは遠い先のことではない。今私たちが暮らしている日常が未来の常識を作るのだ。未来辞典を作ろう。これは将来名教国語辞典に載るに違いない言葉を今から予想してあげるコーナーです。うん、さあ行きましょう。ラジオネーム琴の侍。はい、アイとは、2024年の法改正によって、新たに日本の通貨単位となった単位のことである。それまでは円だった日本の通貨単位だが、アイになって以降、国際的に日本のお金の価値が急落した。そうだろうな。2028年には世界アイ恐慌が起こり、ロンドン市場やニューヨーク市場のみならず、世界的な金融危機になった。すべてはバーモント秀樹のせいである。いや、そんなことは分かりきってるのにさ、なぜ採用しちゃったのかね。うん、愛を。まあね、うん、1愛が円にするといくらぐらいなんでしょうね。もう2000とかでしょうね。うん、そう、だからもう札束、愛札をいっぱい持たないとさ、あいつの、あいつの顔が書いてある。顔書いてある。あの、バーモントカレー持ったさ。バーモントカレーが書いてある。持った。ごちゃごちゃするね。
めんどくさいわ。めんどくさいね。あの花書いてある絵が書いてあって。愛嬌強行が起こるんですって。まあ愛嬌行はもう起きてますけどね。まあそうね。表立ってはいないだけだけどね。小さい規模でね。うん、そうね。続きましてラジオネーム電撃バチバチ斉藤陽介もどき。斉藤陽介もどきとは2019年に確認された斉藤陽介そっくりの妖怪である。両者の違いは斉藤陽介もどきの方が若干声が綺麗というだけしかないため、うん、水木しげるや荒俣ひろしなどの妖怪界の権威たちが議論を交わした結果、うん、斉藤陽介もどきと斉藤陽介、どちらも妖怪という結論に至った。いやいや、暴論もいいとこですけどね。そうよ。それもう妖怪じゃないですよ、もどきの方だけ妖怪でいいじゃない。それはなんで本人も妖怪にしたのそれ。でもさ、例えば、うん、女子大生の一人暮らしの部屋のベランダで、斉藤陽介さんが座ってたら、妖怪でしょうね。妖怪を見たと言うでしょうね、女子大生は。そうだろうね。妖怪が座ってたって言うだろうね、うん、でもそれは斉藤陽介さんです。オリジナルの方だな。はい。さあ、続きまして、うん、ラジオネーム土屋隆之、喘ぎ声選挙カー。喘ぎ声選挙カーとは、喘ぎ声を大音量で垂れ流しながら、町内を徘徊する選挙カーのことである。ちなみにその喘ぎ声は、立候補した議員本人のものであり、議員は喘ぎ声だけで自分の気持ちを世の中にアピールする。伝わらんだろ。それは。さっきの谷口みたいな感じになるんです。うん、アイパーって言いながら。それ、きついな、近所回ってきたら。難しいかな。いや、無理だよ。お前が立候補するとして、喘ぎ声で、世の中の人にこういう国にしたい、こういう政治したいんだって、ちょっとやってみてくださいよ。うん、今ちょっと。うん、どんな感じに、なんチャレンジだけ。はいはい。うん。おお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 おえ、それって。これがずーっとでしょ。街中にね。街中に。え、それって今のって、ちなみにどんな国にしたいっていうメッセージ、愛嬌に変えたんですか。これやっぱり福祉に力入れていきたいっていう。高齢化社会ね。この先を訪れる。うん。福祉に力を得たいっていうところを、一番、ふぅってところで表現した。ふぅって一回。難しいね。伝わらんでしょ、これ言わないと。いや、福祉のことなんてまさか言ってると思って、俺はとんでもないスケベなこと考えてるんだと思ってたから。ダメだよ、伝わらんよ。難しいっすね、うん。うん。ちょっと土屋は伝わらんかも、ごめん。知れないな、相声じゃ。さあ、続きまして、ラジオネーム、部屋干し。金髪ブリーチ会、金髪ブリーチ会とは阿佐ヶ谷ロフト A で行われたトークライブのことである、メンバーはビトタケシ、サッカーの本田、瀬川栄子の3人ライブの終盤ではその場で黒くなった根元部分の染め直し合いっこを披露し、会場は一定の盛り上がりを見せた。ああ。激しく盛り上がる。80人ぐらいのところで。まあ、地下のとこね。うん。ほー。一定の盛り上がり、そんなにドカンでもなかったってことでしょ。一定なんだよね。その盛り上がりすぎじゃなくて、うん、おーぐらいの感じの盛り上がり方なんじゃないですか。ちょっと見てみたいですけどね。盛り上がるけどね。ホンダだぜだって。いや、そうよ。ビトタケシよ、これ一番最初に書いちゃダメでしょ。うん。最後、最後。ねえ。うん、さあ、続きましてですね。ラジオネーム、土屋隆之、ドアゲ。ドアゲとは、人のメガネの度数を勝手に上げるビームを人差し指から出して、人のメガネの度数を勝手に上げるという新たな嫌がらせのことである。ピアノを演奏中のアンジェラ・アキのメガネの度数をありえないくらい上げ、楽譜を見れなくしたり、番組収録中の梅沢富美男のメガネの度数を上げ、ブチギレさせたり、人のメガネの度数を勝手に上げるビームを人差し指から出すやつは、今日もやりたい放題だ。知らんよ。知らんよ。
や知らんよっていうのせっかく土屋が胴上げを送ってきてくれてんだから、うん、そうなんだと言ってください。いやそんな報告されてもさやりたい放題だとか言われてもそう知らんよってお前は、うん、キャバクラに行くときメガネで髪を下ろしていくだろ。もちろんよ。で気持ちよく話してるときに、うん、胴上げさせビームで上げられたらどう思う。だってそれはブチ切れますね。でそれをちょっと喘ぎ声でどんぐらい怒ってるかちょっとやってみて、うん、ちょっと、うんおおおこれあれだな、先に理由聞いちゃうとつまんない頼むよ。間違えちゃったごめん。こっちはやる側なんだからさ。順番逆だったごめん、うん、まあまあいいけども次から聞いてくれよ。これさ、あの付け焼き刃の人と土屋って何者なんだろうなって話してて、うん、結構あのハガキ職人の人って、うん、ツイッターとかやったりしてんだけど、うん、土屋は、うん、もう正体が何にもつかめないんだって。あ、やったりしてないんだ。いくつかもわかんないしさ、うん、なんどうだから修行僧のように送ってくるよね。そうね。本当に寺で書いてるかもな。うん、でまたこれ結構早いんですよね。送ってくる時間がね。なんだろう朝の。だいたい朝の。朝のお勤めで送ってきてるんだよ。早い。だってこの胴上げなんてさ、7時50分だよ。朝。何をやってるやつ。どんなやつなんだろう。で、それで何かを目指してるとかじゃないのかな。ああ、作家さんとか。作家志望の人って結構作家志望とか書いてあんだけど。で、なんかただただ、ストイックでしょ。だってそんな人と繋がらないでさ。マジで寺で書いてんじゃないの。坊さんかもな。だからあんまりこう表立てないというか。いやいや、そう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 、はいはい。で、朝早いし。だから寺の掃除した後に、うん、面白いとは何かをさ、仏と向き合ってさ、向き合って。結果が、喘ぎ声選挙かとかってことよ。で、哲学とか仏法も、求道しながら、うん、笑いっていうものを真相的に考えてて、うんどんなやつなんだよ。深いのかもわからんね、はい、うん、ということでベスト未来自転車を春日さんに選んでもらいますが、どれになりますでしょうか。じゃあこれでいきましょうか、はい、発表いたします。今週のベスト未来自転車は、うん、喘ぎ声選挙か土屋隆之。この人何個目自転、きっとこれが将来の名業国語辞典に乗るに違いないということですが、うん、喘ぎ選挙かは、喘ぎ選挙か、あ、やっぱりね、喘かっていう、あ、喘かっていう言葉の後ですね。喘かは、うん、か弱い様ですね。へぇ、で、その後に、喘ぎ選挙か、喘ぎ声選挙かが入って、次が、喘、うんうん、ぐですね。先入っちゃったが、先入っちゃったよ。喘ぎ声選挙カーが。ねえ、エンディングから見ちゃった感じですが、喘ぐはちなみに苦しそうに息をし、うん、息を切らす。あ、そうやって乗ってんだね。経営難に喘ぐ。あ、だからそういう使い方もあるか。確かに。ということで、今日紹介した方全員に1000円分の名曲国語辞典図書カードと合格三種の神器も一緒にプレゼントします。うん、そしてベスト未来辞典賞の土屋には、名曲国語辞典と陣屋聖和辞典をセットでプレゼントします。ね、これもう大変なことなんですね、部屋ね。うん、来週も未来辞典のコーナーにメールはがきを待ってます。メールアドレスは kw@allnightnippon.com 未来辞典のコーナーへ。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送踊りのオールナイトニッポン、住所と名前を忘れずにお送りください。お願いします。全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。ヤフートピックスを作ろう、思わずクリックしたくなる驚きのトピックスの紹介です、うん、私からいきましょうか、okay。 ラジオネーム寝ても覚めても生田亮介。巨人のラミレス、ホームランを打った後に
アパーッと叫ぶ。あ、スケット外国人にね、真似されるっていうのは名誉なことです。まあ、ラミレスはいろいろね、ギャグを、うん、そうやっぱりね、アピール、ね、やりますからね。うん、あ、いいですね。見たいね。うん。うん。行きましょう。東京都ラジオネームロドリゲス仕事しろ。イチロー、ハットトリック達成。なんで草サッカーで、わかんない。これしか載ってないからね。詳しく記事を見てみるのわかんないね。これ気になるでしょ。何でハットトリックなの？まあでも、草サッカーなんだろうね。だってそりゃプロって野球選手だから。でもしかしたら二足のわらじで、プロのサッカーの試合なのかもわからんけどね。でも夜のラスベガスの可能性もあるからね。なるへ、そういうことか。いろんな意味に取れちゃいますよね。はいはいはい、はい、うん。夜のね、気になるね。ラジオネームチェリーボンプさん、うん、オードリー春日、金玉の裏超臭い。どう、ちょっとなんでバレちゃったんだろう。臭えのかよ。いや、どういう、あ、気になるね。なぜこういう記事になったんです、こういうタイトルになったんだろう。なんか、うん、なんかで判明するんでしょうね、金玉の裏。なんだろうね。自分じゃ気づく、でも、今臭いの、現時点で。洗ってないから。まあ、単純にそうだ。風呂にそんなに入らんからっていうのもあるし、そんなにその、玉金のバックステージは洗う？ガス、ガシガシ。すいません、玉金のバックステージって、なんですか？はい？いや、玉金のバックステージって。いやいや、そのまんまですとか。俺が知ってるバックステージはあの、シアター D のあの感じだから。ちょっと。いや、もっと知ってるだろ。なんで、シアター D なのか。あ、ほんと。はい。もうじゃあ行きましょうかね。はいはい、神奈川県ラジオネーム、ミミズグチュグチュ。前田前田。兄弟でもなければ、子供でもなかった。恐ろしい。恐ろしい。どうやってんだよ、じゃあ。いや、わかんない。実は。CG みたいなことなのか、結構年齢がいって。AI 的な、のか、うん、それとも単純に、そう、白木みのるさんみたいな。いや、それはないと思うよ、あんなあどけない。いや、でもわかんないよ、それは。そうかな。実はあれ、ね、お母さんじゃなくて、いつもついてるのが。うん。うん。じゃなくて。じゃなくて、普通にその、付き人だったみたいなさ。まあ、記事読んでないとわかんないけどね。確かに、ね。トピックスだから。これで行きましょう。ラジオネーム、超10ギガジャクソンさん。うん、徳永秀明。ポニーテールとシュシュをカバー。あんな歌歌えんのかな、明るい歌。いや、すごい高音で聞かせに来るんじゃない。どんなサビだっけ、なんだっけ、ポニーテールでしょ。ああ、それはあの独特の声で歌うってことでしょ。うん、高音で聞かせて。もしかしたらすっごいメロディーをゆっくりにして、メローに聞かしてくんだかもね。ああ、可能性あるな、うん。あんなってアップテンポの歌聞いたことないもんな。だって感想で踊ったりする感じじゃないでしょ、徳永さんって。まあ、そうだね。うん。うん、千葉県ラジオネームエリンギ。加藤隆、素人童貞だった。うん。これ衝撃です、ね。これは衝撃だな、うん。早い段階から、こういうそれにしたらすごいね、プロだね。好かれてってことなのかもしれないですけどね。ラジオネーム先頭打者送りバント、うん、水戸黄門ハリウッド化でバチカンから旅をスタート。遠いな。つまんなそうこのドラマ、ハリウッド化で映画化。だからガイタレがやるってことでしょ。うわ超つまんなそう。州長みたいな人なのかな、うん、なんだろう、どういう感じなんだろう。でもあのスケさん、西部劇みたいなことでリメイクされるってことでしょ、かな、向こうの感覚で。そっか、その時代のってことか。じゃあ州長じゃねえや、逆だわ。保安官の二人と、なんか街の有力者みたいな。超つまんなそうだね。つまんなそうだな。絶対見に行かねえ、俺。うん、私も行かないわよ。うん、行きましょうか。石川県ラジオネーム、市長。ナパス、常用漢字に認定。どういう字書くんだよ、それ。こう、だから、うん、ナットパッと巣がこうキュッてなったやつじゃないですか。え、一文字なの？一文字だよ、常用漢字だから。ああ、うん。カタカナじゃないですか、だって。
カタカナだけど、その、なを、なの下にパとスがあるみたいなさ。うん。うん。ああ。なの下にパとスがこう、うんうん、あって、一文字みたいなことなんじゃないですかね。はあ。そこが常用漢字になる。うん。三つほら、そう、三角形に並んでる漢字とかあるじゃないですか。今年を表す漢字に選ばれるかもしれないですね。かもしれない。一文字になって。うん。どっかの寺の坊主が書くかもしれないな。うん。筆でな。筆で。うん。うん、ラジオネーム土屋隆之、松野明美、喋りすぎて口が燃え出す。どういうこと？あ、そう、摩擦でってこと、うん、シャーってなって9時48分に送ってきてますね、朝の。いいですね。何者なんだよ。いやいや、鎌倉市ラジオネーム琴の侍。おい、トイストーリー、おもちゃが活躍すること、死んでもやめんじゃねえぞ。そういうお話だから成り立たないでしょ、これやめたらというね。千葉県ラジオネームエリンギ。おい、スクランブル交差点、スクランブルエッグとは特に関係がないこと、死んでもやめんじゃねえぞ。やめるやめないじゃないんですよ、というね。ラジオネーム土屋隆之。おい、村、発展したら町になること、死んでもやめんじゃねえぞ。やめれんのこれ、逆に、というね。ラジオネームチマチョゴリラ。おい、ミートボール、お弁当界の金玉であること、死んでもやめんじゃねえぞ。やってねえよマジ。ついにやってねえのが来ちゃってんじゃん。というね。ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は大衆館書店、明治、クレ工業以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町の日本放送 KL ステーションに全国36局ナッツお送り。バーの話してたんですよ、さっき聞いてました。会話があれ以降、続かなくて。ああ、だからその、花お好きなんですかってところ。そうそうそう、バーテンの方見ないでずっと右側見せたら、花お好きなんですかって話が出て、目の前に蘭の花があって、はいはいはい。で、花、好きなふりしないと、ね、会話シャットアウトしちゃうから、そうですね、好きっすねーっつって。ああ、乗った、もう。で、花は、結局花ですよね、って言って。って言われて。ええって言ってくれたの。うん。花ってほら、うん、花びらがあってこう葉っぱあって写真とかで撮っちゃいますね。全然会話進まなくて、でも全然会話なくてしびれ切らしたんでしょうね。もう無言のまばかな最後の方にバーテンの人が、すいませんね、女の人でも綺麗な女の人でもいたらもっといいんですけど、いやいやそんなことないですよつって、だからよくお客さんにも言われんすよつって、綺麗なこの子を雇えつでも雇えないから、今小雪さんが CM やってるから、このカウンターに小雪さんのパネルだけね置いとこうとか
って言うんですよつって全然面白くねえなこいつ待て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 いやそこは何言ってんすかつって言うんだそれはだから、うん、俺ってダメなんだろうなそれはもう精一杯ぞ気遣っていただいたわけでしょ、うん、だって、うん、カウンターに小雪さんがね、うん、立ってたら、うん、コントになっちゃいますもんねって言われて、はいはいはい、そんなコントねえよバカ野郎やめたまえ暴言はなんで動かないじゃないかなんてお客さんに言われちゃうんですよそれ言うとっつって、うんうん、それ言うとってお前結構お箱の玉で投げてきてんのかと俺に向かってと思って、だから動かないって言われるからパネルを1時間おきにこっち側に移動したりしてね、うん、動いてるってことになるじゃないですかっつって、それはね無視しちゃった俺いや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 、それはさ、うん、うまいことね、うん、そのまま笑ってあげるっていうのもなんだけどさ、うん、何言ってんすかぐらいでいいじゃないですか。あ、本当。そりゃそうですよ。でも最後会計終わった時に下ゴソゴソやってなんか取り出してんなと思ったら、うん、バッてあの小雪のポスター、うん、あのお酒のポスター出して、うん、これを貼るってダメですかねってまだかぶせてくんのかよと思ってなんか相当ウケるんだよ多分ね。首かしげて店出たけどね、うんということで、うん、以上でございます。オードリー若林でした。ありがとうございました。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。